じゃ、ウバーでございます。ノーミルクサトウでございます。でまいりまして、今日はもちろん、こちら飛んでた。四対二で勝利した。アジアカップ初戦ベトナム戦の試合後、即収録レビュー。ーお願いしますしまし、ね。いや、ハラハラもしましたけれども、結果的にすごいね、なんか面白かったなっていうのがありますけれども。 そうですね、はいどう見たのかなということで、ですねやっぱり、うんあのー、こちらご覧いただいている皆さんがの一番の関心事は、はいまあ、なんで勝ったのかっていうところよりも、はい、そもそもなんで一度逆転されたんだっていうところとか、はい、でそれでちょっと空気がなんかあからさまに悪くなったあとで、なんで日本が再逆転できたのか、しかも前半のうちに。 それの理由と、あ,あ,あと、このアジアカップ別に日本、僕はですね、ああ日本別にある程度失点すると思います。ドイツ戦以上に。あ,あ、そう、そうですかはい。はい<う>なんだけど、それは苦戦じゃなくて、情報戦と修正戦っていうものがあるからなんだよってことをちょっと伝えていきたいと思います。うん、皆さん今日もどうぞよろしくお願いします。はい,は,いはい。というわけで、村上ネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。ということで、今日の,あのざっくりとした目次なんですけど、はい こんな感じで、ちょっと白い文字ばっかり申し訳ないんですけど、後からまたちっちゃく出てくるんで、見ていただければと思うんですが、はい、あの、まず日本がちょっとなんで苦戦したのかって言われたら、まず上3つが一つ理由だったかなと思いますと、トルシエが仕掛けてきた情報戦。そして情報が少なかったの、日本からの先制点取ってたのシャープ、背番号15、グウェン・デイン・バック。19歳なんだってね、あの選手ね。そうなんですよ。い選手誰はは ね。うん、で、それとですね、まあ、あくまでこの試合においてはって話なんですが、はい、あのベトナムは、あの、今、ヨーロッパで前世の戦術とかシステムである、523と325の使い分けってことをやってきたんですけど、それに対する日本代表が、あまあ、一瞬ちょっと後手に見えるようなやり方をやったから、ちょっとなんか見てらっしゃる方の中では、ちょっとちょっと日本大丈夫って風ふうになった部分があったんじゃないかなと思いますけれどもと。 で、それに対しては、実は菅原行成、南野匠、森田秀政あたりが効果的だったんだよって話とか、うん、まあ、下の方に連れて何連れて、あとは日本のポジティブな話がいろいろあるかなって思うんで、まあ、ちょっといろいろ見ていただければなというふうに思います。じゃあ、待っていきまこちらでございます。はい。はい、こちらでございます。まあ、先ほどの目的、こういったの右側にずっと大体表示してると思うんで、はい、大体今日僕はこういうこと喋っていくと思うから、それをちょっと見ていただければいいかなと思っていますけど、はい。はい。はいうん えっとですね、この日、もう僕らも同時小配信ですごいたくさんのね、あの、リスナーさんに来ていただいててところもありましたけど、うんはい、やっぱりね、まず一番、こう、ベトナムすごいなってまずあ,あったのがですね、も、うん、ともとあの、3バックでなんか343みたいなのとか、3421のチームってもともと言われてたんですけど、ベトナムって。前情報では。そうなんですよ。はい やっぱり、欧州のことすごい知ってらっしゃる監督さんで、うん、ベトナムにその今、ヨーロッパで全世の、その守備ファは5バックになって、5、2、3。うん、で、オフェンスの時は、そのウィングバックが上がって、3、2、5っていうような、はい、今、 シティとか、ジローナとか、レバークーゼンがやってるようなことをベトナムにそれも落とし込んできたっていう。やっぱ彼は優れた監督なんだなってことなんか改めて思い知らされるところがありました。 でなんか今思えば、あのー、前半の序盤、なんか日本代表の森保監督がすごくいい感じで佇たずんでらっしゃいましたけど、はい、その指示を受けたんでしょうね、あの七海さんたちが結構、裏でバタバタしてたなってところがあったんですが、それもそのはず、あの先ほど言ったの15番の,その得点決めたあのグエンデインバック選手と、もう一人、ボランチの選手で、20歳の選手もいて。はい 多分この2人に関してもともとあのベトナムの主力って感じの選手ではないので、そんなに情報がなかったから、<ー>ちょっとなんでいきなりここで使われてるみたいなところとかで、もともとの情報は整理してたんでしょうけど、もっとちゃんと情報を引き出そうってことで、バタバタしてたんじゃないのかなっていうところがありました。はいはいはい。で、だから起こったことなんですけど、うん、日本代表思えばめちゃくちゃ左から攻めてません。 そうです頭からね中村啓と側からばっかり言ってましたよ。そうなんで,すよで、そらく作戦ですよ、ね。そうですね、多分その作戦っていうのが、それもそのはず、まずこの15番の選手、はい、先ほどのグエン・レインバック。はいはい、で、ベトナムの2部でキャリアをスタートした選手で、<ー>ではちゃめちゃに点取ってその、いきなりベトナム代表まで上り詰めたみたいな選手なんですよで大体ほらこういう大会っていう風になってくると、うん、確かに実績とかも大事なんだけど、 もうそういう臆さないぐらいの若者っていきなりこうスターダムにこうのし上がってくる可能性あるじゃないですか。ちょっと何仕掛けてかしかもトルシーさんがやってきたことだからちょっと何してくるか分かんねえぞってので、はい、あえて菅原を下げさせ伊藤サイドから行くってこと試の両チームのスタメンが出た段階で先日多少変えたんじゃないのかなとなるほど思いましたと。ははははは っていうところから始まって、相手はちょっとね、うんうん、あの、ファイブバックにしながら、フォワードの選手も降りてたり、降りてったりすることにもよって、なんか、相手ファイブバックで5、2、3と思わせておきながら、真ん中に3枚いたりだとかって、いろんなこの可変やってたから、日本代表も結構ゴタゴタしたってところはあったんですけど、それでもだからあったのは、通常この伊藤博喜が、とか中山優太が、この左サイドバックに入るときだったら、彼らはセンターバックができるので、相手がこの3枚いるよっていうふうになるんだったら、 こっちも3枚守るときには伊藤博樹が左のセンターバック。はい、谷口が真ん中に入り、うん、板倉が右になる。これが本当はセオリーだったんですよね。はい,はいはいはい。なんだけど、 いわゆる今回、菅原の目の前にその何やってくるかわからない超新星が現れたもんなのでうん、うん、伊藤を前に上げる形になっちゃうから、うん、谷口を左板倉を真ん中、うん、でしかも谷口選手と菅原選手また板倉選手が多分本調子じゃないんだと思うんですよ、怪我明けだから。はいはいはい だ菅原谷口遠藤で多少その板倉のカバーもしなきゃいけないっていうのもあったと思うんですけど、いわゆる3バックがこういう形だったんで、ね、菅原があんまり上がれなくなってたのは多分これが原因だったと思うんですけど。うん なでので、目の前の15番といわゆるやり合わなきゃいけなかった。で、なんだけども、左にこうやってみんな揃うのもあるし、伊藤純也選手がこう中に入っていって、細谷選手のこうカバーをやる、南野選手もそうでしたけど、はいはい、っていうのがあったからこそ、菅原選手は3バックの右センターバックやりながら、板倉さんのカバーもやりながら、目の前の15番と対峙して、右タイのバックの本来の役目やりながら、右ウィングバックまでやってたなるほど。 で、だったから多少何個かの場面でこう、後手を踏むみたいな瞬間があるのは多少しょうがなくて、まあ、それでもただ守りきって、あそこでプロフェッショナルファウルみたいなこともあって、結果的に失点につながっちゃったから、ちょっとよろしく思えない部分もあるかもしれないけど、うんうん、ということが起こっていたんじゃないかなというところがありました。はい、右から行くベタな形はもう OK なので、左からの形も作ろうと、うん、その上に対応した右の形も新しく試してみよう、試してというか。 まあねそういうこともあったと思うし、<も>はい、ただ、まあ元からね藤弘樹選手がこの日は結構上がるケースが多かったかなと思いましたもともと彼はね今あの、ブンデスの中でその縦パス、あの敵陣にこう縦パスでこうつけるその回数、90分間あたりのものでいうと、はい、リーグ8位クラスなんですよ、左サイドバックやりながら。なるほどあじゃあ、そこをちょっと生かそうかという。っていうのも僕はあったと思いますいいいいいいいデータ、まあ、いい個性いいやり方っていうのね。 伊藤洋輝のそのすごい部分があるんだから今日はちょっと雪だり下がってもらって、うん、2二ー任せちゃうことになるけど君だったらこの15番を抑えられると思うからなるほどっていう形にやってたんじゃないかなと思います。でも、はい でも結果的に言ったらね、まあちょっと失点シーン一旦割愛しますけど、はい、あのに、日本の 2, 2点目のシーンですよね。うん、あそこなったら伊藤博樹選手がサイドで起点になって、そこから森田選手経由して遠藤選手の縦パスに、あの、真ん中こう、くるっと抜け出し右の選手がこう、ズサッとこう決めていったシーンとかもあります、ね。はい。うん。 思えば1点目のシーンはね、菅原喜多根選手がガーッと上がって、セットプレーの、ね、開けたところでというか上がっていって、シュート打っていって、そのこぼれ球を南野選手が詰めたって形ではありましたから、うん、ある意味日本の1点目と2点目は両サイドバックが規定になってこう作り出されたものっていうところはあるので、結果的には良かったんじゃないかなというふうには思います。はいはい ただちょっと同時視聴配信の,時のちょっの資料もちょっと持ってきますけど、うん、まあやっぱ気になったのはやっぱここでしたよね。うん、あのやっぱりここね、前半16分と前半33分でのやっぱりベトナムに2失点してしまったことってところがあると思う。驚きましたね。そうですね。えー、ただちょっとこれ難しいのは、うん、特に同点弾じゃないですかね、うん、まさに、ね。あれはスーパーゴールですよね。うん、あれはね、えー 多分っていうか、これ、一応僕もデータマンとして、そういう集計とかもやったことあるんですけど、うん、あのシュートは、シュートではないんですよ。うん、あらすらした感じにも見えますん、ね、そう。あうん、要は、オンゴールとかにちょっと近いようなものに、<ー>あの形式上そういうことになっちゃうというか。シュートとしてカウントしない場合もあるって言ってましたね、先生ね、当<の>時視のに。そうなんですよ。あれほらあの、あのプレイしてる選手が、もしかしたらその前のところで、実はもうゴールも狙ってた可能性はあるんですけど、うん 頭の角度だとか考えると、うん、多分ファー側にスラしたっていうのがやっぱり最も可能性が高いので、うん、ただ単に頭に当たっちゃったやつだからあれはシュートとカウントされない可能性の方が高いうんそういういことあるんですね。あるんですよ、ねえー、要はあのたまたまほら誰かの,あのお腹に当たっちゃってなんかコロコロ入っちゃったみたいなものもあったりするじゃないですか、えー、それもほらシュートとは数えられないので。えーうん 当たっちゃっただけでかそういうことは起こるんですけどん、うん、だ多分ザイオン選手の姿勢的にもあの角度で普通にあのグルーってこうボールが行くんであればファーの選手が誰か詰めてきてるはずだからとか多分そういうのを考えてたんだけど思った以上にこう伸びて入っちゃったって感じだと思うんですよね。あれはただどうしようもないですただ2点目というかベトナムが結局もう1個フリーキックからね その菅原選手が相手倒して、そのフリーキックからパーに蹴られて、それを折り返されたもので、こう決められてしまったってところがあるので、うん、日本代表としてはセットプレーの守備の課題だけはどうしても出てしまったというのは間違いないんじゃないかなと思います。ねはい、ただこれはちょっと今言ってもしょうがないので、うん、これから改善するでしょうから、この改善された後の日本代表を見ていけば問題はないんじゃないのかなと思います。と、はいうことで、で戻,り戻りましょうと。うんうん であと、良かったところでとか、これちょっと先に、まあ、最後にちょっと選手の話とかしてきいきたいなと思うので、うん、もちろん皆さんにも知っておいていただきたいなというところがあるんですけど、あのー、ここがちょっと日本代表、すごいところだぞってことを、このイラク戦とかに向けて知っておいてほしいことがあります、はい多分もう、アジアでも結局、日本でいったら、ダゾーンでいろんな試合を見れるようにとか、スポティービーさんとかもいろいろありますけど、うん、各国、なんか、あれでしょ、そのサブスク的なものというか。えー だからどの国でやったとしても、今、もうプレミアだとか、ラリー型とか、CL だとかって、戦力的には日本がもうヨーロッパにいろんな選手を排出してますけど、あくまでこう戦術をうちのチームに新しいものを入れていこうってうところだったら、もう多分どの国でもヨーロッパと同じような戦術ってやれる時代になっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。 なんだけど我々日本代表側からしたら、はい、ワールドカップよりもアジアカップの方が苦戦する可能性っていうのが何かって言われたら、うん、ワールドカップだといわゆる普段ヨーロッパ5大リーグとかで活躍してる人が多数でしょはい情報が多数落ちてるああなるほどねああそうかそうかパッと調べれば分かるような選手ばっかりだってね正直だって、うん、プレミアリーグの選手の情報はたくさんあるけどさっきのベトナム2部の情報がたくさんあるああ、はいま、そうだね はい、そういうことなんですよね。<ー>っていうところであ,のある意味では情報戦になってるところはあるんじゃないかなと思いました。ベトナム側からすればさっきの,あの特定ビな15番のグエン選手に関して日本はそこまで情報を持ってないだろうってところも踏まえて多分使ってきたと思うしそれが成功したってのがあるけど正直今のこの日本代表の皆さん基本的にヨーロッパなわけだから情報がたくさんある。うん でトルシエさんに至っては日本で仕事したこともあるから、もしかしたら日本の情報もたくさん持ってるかもしれない。うん、たくさん分析できてたんじゃないですかね。それは感じましたね、すごいね。うんうん、もしかしたらさっきのグエン選手だけじゃなくて、この伊藤菅原の右サイド、日本が強力だって分かってたから、うん、この左サイド側のこうディフェンスだとかも、もしかしたら厚めにしたっていうのもあって、日本が左から攻めたっていうところ、あったりするかもしれないなっていうのもありますそそ、うんうんね、そうううかそうかかうん、うん あと、なんだけどってところで、ちょっともう一個入れたいのが、日本のね、遠藤渡る選手のやっぱりトラップミドルプレスってまあ別の動画でもよく話してますけど、渡るでボールを取るっていうところのパターンは、まあうまくいってはいたんですが、 あの、ヨーロッパでそのさっきからこう接見してるよって話してる、うわる攻撃値325になるときのやり方ですよね。相手がだから5枚でこうやって攻めてくるときに、じゃあ日本はどうやってこう守っていくのって話なんですが、はい、これすごかったなって思うのが日本はもう森安さんは最近ずっとや、これ似たようなことやってるんですけどね、マサも皆さんも。うん、あの、こうやって相手が5枚で攻めてくるときに、この、 真ん中にいる2人のこのフォワードの選手に関してはセンターバックの選手は1枚1枚でこう守らせるのは全然いいんですけど、はいはい、なんかね、片方の選手、今回だったらこの菅原選手サイドだったんですけど、うん、以前だったらこの伊藤博之選手サイドで起こってたんですけど、うん、そのサイドバックの選手に1対2をさせるんですよね。他は1対1で守らせて、はい、片方のサイドバックの選手だけは一対二で数的不利でやらせるっていうところが、なんでか。へー でだから相手の5枚をうちと日本は4枚で守れるようにしていこうというところが多分あると思うんで、まだこれが体系的に何か出てきているものではないので、僕を見てて、まだちょっと理由は分かんないんですけど、えー、でもしかしたらヨーロッパで今行われているこのね、前線のこの戦術を何かぶち壊せるものを森保さんたちは何か考えることができてるのかもしれない。 ほ他にこうあえ誰かをこう降りさせて対応できるはずなのに一定時間だけはこれ絶対やらせるんですよ。だから何か意図はあるんですよ。はい まあ、あくまでそこまでしか僕も言えないんですけどまあ相手アジアだからそこはできるようになろうよとかそういうことなんですかね。でもあると思うんですけどね、えーえーで。だけどやっぱりさっきのこの15番グエン選手に結構ね執行玉やられたなっていうところはありましたからやっぱそれをずっと続けてるわけにもいかないプラスしかも菅原由紀哉がイエローカード1枚もらっちゃったんですよね。それがあったので最終的にはまあこんなメンバーなりましたけど、うん、要は相手が5枚来るときに結局はこうしたんですよね。 あの、マイクマ選手も菅原選手の代わりに入れて、で、相手がこうやって5枚攻め込んでくるときのことをちょっと考えて、要は伊藤淳也選手を左にずらし、彼だったらウィングバックとして後ろに戻ってくることも可能なので、うん、なんで伊藤淳也、伊藤博樹、谷口、板倉、マイクマで相手の5枚は締めましょうと。で、竹とかワンとかみんな出せたので、竹がちょっとフリーマン状態になって、 右サイドに行って、相手の右のセンターバっかもうどうでもいいって形にしちゃって、この右側ですね、相痩武たけ、で数的優位を作り、中盤は遠藤ると佐野回収でやってってことが起こっててってのがあったので、うんはい、もうベトナムの選手たちはもうね、数的なもうバランスがもう日本側の方が取れている状態で、うん、なんならこの日本のこのアタッカー陣のところは、この右サイドのところで数的優位も作れてる状態になって、でやっぱりデュエル力だったら日本が上,な上に、あとはもうスタミナがもうベトナムは前半だけで切れてしまったところがあったから、はいはい まあとは大丈夫って感じになっていたのかなというところがあったよというあとは、なんかちらちらと選手のことだけ話していこうと思いますけど、うん、まあそんなこんながあったのでやっぱり僕は皆さんこうどう思われたかってのはありますけど、まあ、南野匠選手や中村圭斗選手が良かったのはもう当然のことなんですけどこれ、うん、は良かったのはやっぱ菅原幸成選手だったんじゃないかなと思いますねと。うん 先ほど言った通りスリーバックの右と右サイドバックと右ウイングバックをやりながら、相手の、ね、一体になんかもやりながら、キーマンを抑えつつ、敵陣まで侵入してて、シュートまで打っていくっていう、うん、そんなことまでやれるサイドバック、現状、多分トレント・アレクサンダー・アーノルドとか菅原光成の多分2人ぐらいしかいないと思うので、うんはい、そのレベルまでいけてた選手じゃないかなとは思いますと、うんうん、あとはもう一人良かったのが、この遠藤航選手がやっぱり真ん中で。 やっぱアンカー的な動きをすることが多くなっちゃってたところもあり、はいはい、森田選手がこの真ん中はもう遠藤航選手にも任せちゃって、うん、あの守備するときには真ん中にいるけど、攻撃のときにはこの雪斗の脇に行ったり、この中村系と伊藤洋樹脇に行ったりだとかで、うん、サイドのところで数的優位を作れるようなキャラクターとして、えーまあ、彼がそのどんなところにも顔を出してたっていうところがすごく良かったなというところがありました。 であとラストで話していきたいのが、ここだね、はいえー、上田綾瀬と細谷真央の違いと効果ってところですけど、うんうん、やっぱなかなかね、まず前半は細谷君がシュートのシーンというかなかなか,なか、そうなんかこれはちょっとしょうがないかなと、当事者の中でも言わせてもらったんですけど、うん、まだちょっと練習が足らないのかなって感じはしたというか。こうチームと合ってないってこと そうですね細谷、うん、役も多分一つの成功体験だと思うんですけど、今年の J リーグ、2023の J リーグの中で、彼が単独でプレスかけて、奪ってゴールまで行ける瞬間っていうのを、世代別の代表でも、J リーグでも何個もやれちゃったんですよね。うんうん でだからあとマテウス・サビオ選手がよくあのグラウンダーのすごい縦パス供給してくれるのもよく見てたじゃないですかだから細くあのセンターバックとセンターバックの相手への裏抜けみたいなことしかほぼやれてなかったってところがあってもしかしたらね23回やるうちで相手のセンターバック気づいちゃったんじゃないかなって思うんですよ。 こいつこの俺らの脇には裏抜けくるけど、高さみたいなことは使ってこねえぞっていうところで、多分、細谷君から周りの選手たちにも俺得意なのはああいうパターンなんでって多分言っ,ちゃ言ってたんじゃないかなと思っていて、結局もうそういうなんか間に来るような縦パスみたいなものしか細谷君には繋がらなかったから、なんかもうボランチの選手とかがその前にこうなんか切っちゃってとかっていうところで、細谷君にまでボールがいかなかった。ただ、 後半に入って上田選手になったらいろんなボールが彼に飛んできたじゃないですか。グ、うん、ラウンダーも来れば縦も来る、横も来る、ね、上も来るってところで、うんうん、やっぱそれだけ多彩なパターンで来ると、ベトナム側としてもどうにもできないから、後ろに下がらざるを得なくなっていったってところがあるから、うん、細谷君でも全然高さはいけるので、はい、やっぱあのもっと他にもパターンもできるんだよってことをお互い共有し合えたら、多分細谷君がまた行かせるパターンっていうのは出てくるんじゃないのかなと思われます。はは、ね、はいはい、はい なんであと最後、結論なんですけど、うんあの、次のイラク戦も多分失点する可能性はあるよと思っておいていただいていいと思いますと。それはなんでかって言われたら、さっき言った通り戦術的なものとか、あと日本がどうしても情報を仕入れられない部分っていうのはどうしてもあると思う。はい,はい,はい,はい。他の国は日本を仕入れられると思うけどね、うん、韓国とか、うん、あまりにも少ないので。なるほどね、だから、前半の序盤で同じようなセットプレーからの失点っていうのは起こる可能性はゼロじゃないと思う。 仕掛けてくるんであれば、前半のセットプレーしか日本に対してう攻めてはないと思います。はい、なんだけど、今日のやっぱ久保建英選手とか、あとは綾瀬選手が入って、堂安選手が入って、武選手が入って、うん、明らかに流れが変わってたじゃないですか。後半、ギアを上げていくレベルで言うんだったら、日本代表、やっぱり世界トップ5には入るレベルまで来ちちゃってるんで。うんうん はい、後から日本って、いわゆる最初の45分間で相手を見切っちゃって、ああ、なるほど、こういうふうに修正すればいいのかってやってったら、結局、前半の途中でも南野選手の2点目があり、うん、中村慶斗選手の得点があり、後半に入って、もう相手にシュートなんて一切打たさせず、うん、攻撃さえさせないようになって、竹が入って、も一1点取ったってことができたので、うん、それはきっと今後も続いていくでしょうから、はい、それをちょっと、それで大丈夫なんじゃないか、このアジアカップっていうのは、僕はなんとなく思った部分がある。 ところでした。なんで我々こそ慌てないで見ていくことの方が大事なんだろうなぁと。まあ、上々の滑り出しということで間違いないですよね。そうですね。ええー、ちょっとこれでピリッとしましたし。さあ、どうだすう。そうですね。いですねはい、わ、はい、かりました。ということで、見てまいりましたけれども、いやっとりあえずよかった。また次、楽しみにしましょう。うん、次は、イラク。 1月19日金曜日。こんな試合がお見せしてくれるでしょうかお願いしますね。ということです楽しみです。どうもみゆきさとです。ありがとうございました。そっちゃね。バイバイ。またでーす。